はい、では今回は〇〇からの脱出というゲームをやっていきたいと思います。このゲームね、なんとね、夏休みの課題で作ったということでね、今さ、そんなことあんだね。夏休みの課題でゲーム作るってすごくない？その作ってる方のご年齢がいくつかはちょっとわからないんだけど、そういう、こうなんていうの、技術的なものの専門学校とか、に、大学とかあんのかな？まあ、そういうので出されているのかどうかもちょっとわからないんだけど、もしかしたら小学校とか中学校とか高校とかさ、そのぐらいの年齢からさ、もしかしたら、こういうゲーム作りの課題とかってさ、出たりすんのかな？時代って変わったよね。だって小学生の頃なんてさ、自由研究するので精一杯だったからね。じゃあ、初めからやっていきましょう。何の話だ？こんな部屋脱走してやるということ、まあ嫌になるのはわかる。なんかさ、すごいチェーンかかってるしね。はい。部屋を、探索しましょう。右上のボタンから他の部屋にも移動できます。右上のボタン。右上のボタンとは？あ、これね。後ろを調べる。調べる場所をちゃんとこう点線で囲まれててわかりやすいね。じゃあ、上の棚行こうか。小さな窓がついてる。これ窓。ここから脱出できるか試してみよう。まあ、無理でしょ。ゴン。頭が引っかかって出会えなかった。ごめんって。ごめんね。これは何？一箇所だけ色が違う畳が敷かれている。なんと床下収納になっていた。畳の裏に紙が貼ってある。始まりの日を入力する。さすればドアが開かれる。始まりの日？発行は終わりだ。ここの窓、発行は終わりだと書かれた掛け軸が飾っている。発行は終わりだ。人気小説、キムチ探偵の名台詞だ。おう。障子がここからにあるんである。出られんでしょうか。鍵がかかっていてあげられない。どんな鍵？斬新。ふすまから目をそらしていく。どういうこと？どういうこと？後ろを調べてみるじゃん。ああ、いろいろあるね。これは？着物用のコートがかかっている。目をそらしてるってなんかあんの？一応ポケットの中を確認したが何も入ってなかった。これは？壁時計だ。今の時刻は3時。お。終わるまで外出禁止ですと書かれた。張り紙が貼ってある。生意気な張り紙だ。終わるまでって何が？はい。じゃあ玄関を調べようか。これは？靴箱だ。中を覗くと、キムチ探偵、図録と書かれた大きな本が出てきた。キムチ探偵に登場した用語や道具、事件の詳細やトリックまで網羅されている。自分自身も忘れていた設定があったのでちょうどいい。自分自身も。はあ、作家さんか。かなり重たいので持ち運べない。読むならここで読む。なるほどね。作家さん、締め切り迫ってるから、書くまでは終われないぞってことか。誕生キムチ探偵。キムチ探偵の記念すべき一作目。ある日、主人公、淀川茂がキムチチャーハンを食べていたとき、幼い時に死別した祖父の京一が見えるようになった。どういうこと？茂は京一と協力、時には体を乗っ取られたりしながら、数々の事件を解決していく。お、最初の事件は9月12日だって。9月12日、912かな？茂が通う大和川南高校で起きたうさぎ小屋窃盗事件だ。912、912、やってみようか。どうがある？912。あ、0912かな。0912。はい。あ、開きました。ガチャ。鍵が開いた。これで外に出られる。お？しまった。脱走に気づかれた。部屋に連れ戻されてしまった。他の部屋を探索してみよう。他の部屋？こっちは。もう玄関からは逃げられない。脱出するとしたらここからだ。あ、まだわからない。ちょっと待って。ん？暗証番号が違います。警察、警報音がけたたましくなり響いて。いや、ちょっと今来たばっかじゃん。監視がより厳重になって脱走できなくなってしまった。バッドエンド。きれい。え、待って待って待って。セーブすればよかった。ここ何だったっけ？ああ、玄関。発行終わりだ。なんとなく掛け軸をめくってみた。なんと後ろにメモが貼ってあった。聖者の活動限界時間。
何だったかなこれ。じゃあ本見てみればわかるかな。本の聖者の活動なんとか時間読んでみようか。ある探偵の死、キムチ探偵の旧作名、祖父京一と喧嘩したしげるは祖父の黒歴史を知って弱みを握ると祖父の過去を調べていた。しかしそこでしげるは病室を聞かされていた京一は実は他殺であったという真実を知るべ。気になるんだけど、その時しげるの背後に怪しい影が迫る。今まで素性が謎に包まれていた祖父京一にフォーカスされた数少ない作品。京一の誕生日はしげると同じ7月4日という情報は本作で明かされた。書いとく？聖者のなんとかじゃないな。後ろのななみさん。キムチ探偵の13作品目。しげると京一は七の宮区に人々を連れ去るという亡霊ななみさんを調査することになった。しかし七の宮区は現実世界に存在しせず、霊がうろつく裏世界、偽南大和市に存在する町だった。聖者のしげるは自称霊武士、柳原の力を借り、霊体となって七宮に潜入する。聖者が裏世界で、活動できる時間は9960秒。はいはいはい、9960ね。OK。じゃあ、さっきの9960。はい、ここでしょ。間違いなく9960ね。9960。おい。お、開いたね。でもまたいるんでしょ？鍵が開いた。今度こそ外に出られる。今度こそバレずに。この人は多分編集の人なんだろうな。しまった。また脱走に気づかれた。でも面白そうだね。このキムチ探偵みたいな部屋に連れ戻されてしまった。ん？これは？やるしかないか。ん？書くってことか？おう。それから私はキムチ探偵最終章の執筆が終わるまで部屋にこもった3日後。あ、先生。何度も脱走しないでくださいよ。それで原稿の進歩はどうですか？え、原稿が完成した？本当だ先生、おめでとうございます。ついにキムチ探偵シリーズ完結ですね。それにしては先生、表情が晴れないようですか？そうだな。長年連載して自分の子供のように思っていた作品を無事に完結させられたのは嬉しいんだけれど、自分の手で大切な作品を終わらせたことがやっぱり寂しくてね。まあでもやっぱ完結させないと作品ってさ、終わんないからな。まだ頑張って続きを書き続けるべきなのか、伏線とか全部回収して文句のつけようのない綺麗な締め方をするべきなのか、そっちはいいですよ。ずっと考えた結果が今回の原稿だよ。やっぱり自分が元気なうちにすっきり終わらせた方がいいからね。そりゃそうだ。キムチ探偵最終巻。さよならキムチ探偵。ありがち。祖父京一の姿がだんだん見えなくなってきたしげる。季節はもうすぐお盆を迎える頃、お盆を過ぎれば京一は成仏するそうだ。別れが近づく中、南大和市全域を巻き込んだ大事件が発生する。二人に残された時間はあとわずか。京一は過去の因縁を断ち切るため、しげるは大切な人たちを守るために事件間解決に奔走する。原稿からの脱出。完。あ、終わった。遊んでくれてありがとうございました。いいえ、こちらこそありがとうございました。原稿からの脱出ね。お、なるほどね。〇〇からの脱出の〇〇は原稿だったってことね。あ、面白いね。タイトル変わった。ありがとうございます。サクッとね、遊びましたね。ありがとうございました。